い、ということで、あずきブラックファーストシングル I can't control myself をお届けしました。そして今回のゲストは、こんにちは、時の空です。皆さん元気ですか？よろしくお願いします。あずちゃんだよ。あずちゃんって呼んでいいの？あずちゃんって呼んでくれるんですか？あー出会えた。出会えたよ。イエイイエイ、よろしく。あ、みんなもパチパチありがとう。 ありがとう。すごいかっこよかった。ありがとうございます。いやーだよな、会えるまで。いや本当に、なんであずきがデビューしてから、ね、まあ3ヶ月ぐらい経つんですけど、やっとやっとあの空先輩に、どの時の時の空先輩に会えて、本当にはとっても緊張しています、うん、はい。ということで早速メールが来てます。はい、ラジオネームライル C さん、お疲れ様です。初めてメールを送ります。ゲストの時の空さんへ質問ですが生放送から音楽活動に新しく女優としての活動をされていますが、やることが多く疲れたり無理してないか少し心配です。もし空さんが毎日元気でいる秘訣のようなものを伺えたらと思います。元気の秘訣、空先輩の元気の秘訣、あずきも知りたいです。え、なんだろう、毎日好きなもの食べて、うん、ストレス発散してる。あーでも美味しいものを食べるのは大事だよね、うん、あと毎日なんか寝る前に好きな歌を歌ってる、うん、おー、ど、ね、ど、すごい大声でちょっと小声で、小声で、ノリノリで、ノリノリで。それはそれは聞きたいな。うんうん。じゃあ空先輩は美味しいものを食べて歌って元気が、元気を出してると。あずきも、じゃあ空先輩になるためには、じゃあそれを実践したいと思います。あずちゃんは元気でしょ、うん、もうね、ひたすらね、あずきは寝て寝て寝る寝てばっかり寝てばっかりあ、でも歌もそうだな、歌うこともそうだし、うん、寝てちゃんとね、規則正しい生活をする。あ、規則正しい生活、うん、大事だ。大事なの。みんなもちゃんとしなきゃダメだよなんかね、そこに行き着くんだよね。ね、確かに。でもなんか規則正しい生活ってさ、結構難しいよね。難しいね。早起き、早起き、早寝早起きね。たまに雲晴れ遅刻しちゃう一日三食それは健康的な生活なの？そうでしょ。そっか、うん、それでは、うん、さて、そろそろ一つ目のコーナーに行きましょう。うん、答え教えてよ、リアルメランコリー。メランコリー、メランコリー。このコーナーはリスナーの皆さんから届いたリアルメランコリーなお悩みをゲストと一緒にゆるーく解決していくコーナーでーす。ゆるーく。そう、もうそら先輩はね、もういつもお悩み相談にバシバシ答えていると思うので、今日はあずきは見習いたいと思いますはい、では5つ目、ラジオネームかはらさんからです。あ、こんにちは。こんにちは。そら、あずきちゃん、そらちゃん、こんばんは。こんばんは。近々人生に関わるかもしれない大事な話を大勢の前でしなければいけないのですが、今から緊張してしまい、話す内容もまとまらずにいます。お二人は生放送など大勢の前に出る機会も多いと思いますが、緊張を和らげる方法があれば教えてください。これはね、あずきも教えてもらいたい。空先輩どうですか？え、でも全然緊張してなさそうだよ。え、なんでめっちゃ緊張してる。本当？もうさ、大先輩、大大大先輩の大大大女優のめちゃくちゃ褒められてるよ。あれ？空先輩はあの、なんだろう、こう、いや、なんだ、や、緊張とかを和らげる方法ってなんかありますか？ね、始めた頃は本当に緊張してて、うん、いつもなんか始まる直前まで A ちゃんとかアンキモンとかにお話、うん、話しかけて、返事が返ってくるかどうかは別として話しかけて和らげていたんだけどうん、うん、最近はなんか
楽しいことというか、これこの生放送って楽しいものだし、うん、人生に関わることもさ楽しいことだと思うんだよ。だから将来のこの後に起こる楽しいこととかを想像して、ワクワクの方を広げて緊張を和らげたりとか、あとはひたすら歩いてたりとか、なんかじっとしてるより歩いてね、こうウキウキしてる方が楽しかったりする。確かに体を動かした方がなんかね緊張もほぐれる感じがしますね。あ、トラちゃん緊張してるとすぐわかる。そうなの。あ、そうなの。そうなの。そうな、関西。おお。あのね、あの緊張してると私いつもよりテンションが高くなる傾向にあって、テンションがハイの時は、うん、緊張していることが多いです。おお。うんうん。そうなんだ、意外、意外にも。そうなの、みんなにも緊張がバレちゃう。あ、ちなみになんですが、そら先輩は何かお悩みありますか？完璧、笑ってる。笑われちゃった。笑われてる。え、なんだろう、最近よくわかんないんだけど、うん、S って言われることが増えて。 S？ なんでなんだろうって思ってる。時の空の S。 あ、なるほど。そっか。なんかそのぐらいしか思い浮かばない。どうだろう。え、S、え、自分的には S、M。何？え、S、M？ S、M ってそういうことじゃないの？ん？違うの？わかんないけど。どういうことだろう。なんか、バタバタされてる。置いといて。まだ解決してないよ。まだ解決してないよ。めっちゃ髪ボロボロ。あ、空の S だよねってみんなも書いてくれてるよ。解決した、よかった、解決した。うん、うん、あ、よかった、解決したのかな。はい、わかんない。それじゃあ、それじゃあここで一曲お届けしましょう。あれ、あれ